はい、斜里町ウトロです。晴れていればあちらの方向に民間の作業船海進の姿を見ることができましたが、現在ウトロは濃い霧に包まれています。観光船カズワンは再び海底に落下しました。そして作業船が作業を続けています。カズワンを海中に吊り上げた状態のままゆっくりと引き上げ地点に向かっていた作業船海進ですが、カズワンが落下したということです。現在作業員が小舟に乗って落下したカズワンを捜索する作業を行っています。カシュニの滝近くで釣り上げの際にも使用されたこの黄色い用具、再び海進の甲板の上に姿を現しています。引き上げ作業を担当する民間の作業船海進は釣り上げたカズワンを固定し斜里町沖に向けて移動中でしたが、今日午前8時ごろから午前10時ごろの間に落下したということです。海上保安庁によりますと、無人潜水機で確認したところ、カズワンはウトロ漁港の西11キロ地点、水深およそ182メートルの海底に船底を下にして沈んでいて、船体に大きな損傷は確認されていないということです。海上保安庁は再び飽和潜水で船体を引き上げる予定で、作業船が準備を進めています。中継でお伝えしました。